こんにちはチームハロンズですこの動画は米国以外の経済指標に対するエコノミストの見方を紹介する番組です今回は6月5日日本時間10時30分に発表されるオーストラリアの位置3月期 GDP 国内総生産です GDP は国内で生産された付加価値の総額を示しその国の国力を示す指標として知られていますまた資源国通貨のイメージが強いオーストラリアですが GDP の7割は第三次産業でサービス分野が経済を牽引しています これは、オーストラリアの GDP、交流売上高、失業率、民間設備投資の動向を示したチャートです。失業率が上昇する中、持ち直し気味だった消費も頭打ちの状態で、高金利で消費を流らせている様子が見られます。また、民間設備投資もほぼ横ばいで若干の成長に止まる見込みで、オーストラリア経済は停滞気味と言えそうです。次にこちらは、オーストラリアの1、3月期 GDP の前期期に対するエコノミスト予想です。 エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスは0.2%と、前気から横ばいの見通しとなっています。ランキング上位のエコノミストもコンセンサスと一致しており、予想からの乖離は小さいと考えられます。ただ、予想が0.2%でまとまっているため、わずかな乖離でも反応が多くく出る危険はあります。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると、 通常の口座開設特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典、5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。次にこれは、指標結果後のゴードルレーンの変化率を6時間先まで示したチャートです。サプライズは予想と結果の乖り具合を示しています。過去の値動きを見ると、 利上げ観測がくすぶる中で60戦程度動いた例はあるものの、多くの場合は20戦から30戦程度の値動きが中心になります。最後になりますが、番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ご意見、ご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。本日はご視聴ありがとうございました。